Hallo und herzlich willkommen zum letzten Storypart, das Baumhaustheater, tanzende Schatten auf der Bühne. So, wir sollen erstmal ganz kurz die Zeit vorstellen. Das ist kein Problem. So, 8 Uhr morgens und los geht die Reise. Ja, und es geht los. そこまでしてくれるなんて、どう感謝すればいいのか。そんなに気にしないでくれ。私たちも。 心境のために、もっと役に立ちたいんだ。なんと言っても、これは私がやってしまったことだから。あれ、何かあったのか？オイラたち、何を見逃したんだ？二人とも、さっきになってようやく、レッシグが私たちに、ある事実を白状してくれたの。やはり自分で説明させてくれ。私が、 心境の一連のトラブルを起こした張本人だ。はあ、レッシグさん。事の始まりは、私が秘境の入り口で精巧な水の球体を見かけたことだった。7歳の時に祖父からもらった天正儀とすごく似ていて、回せるのかと気になって、少しだけ触れてしまったんだ。あれが心境のコアだなんて思いもしなかった。つまり、 天地が回った時に、これはさすがにまずいことになったと気づいたんだ。全部あなたのせいにするわけにはいきません。私も管理不行き届きの責任がありますし。はあ、こんなことになるってもっと早く知ってたら。コアをちゃんとしまっておくべきでした。まさか、 あの大きな水の球体のことか？うん。それでみんなで考えた後、心境のために、メンテナンスや補強作業をしたいって、レッシグさんが言い出したんだ。でも、彼一人だと手が回らないんじゃないかって心配だし、私とエウラで手伝おうと思う。ん？私はコレイみたいに優しい動機ってわけじゃないわ。私の仕事はあくまで、 彼が帰って迷惑をかけるなんてことにならないよう、見張って確保することだけよ。この場に及んでみんなが、そんな言い方を信じてくれるって、エウルアは思ってるのか。こんな時は、ただ同意してあげるだけでいいって、ハンバーが言ってたけど。うん。 Mach es wieder gut. Mach uns ein leckeres Mittagessen. みんなが私の過ちを不問にしてくれることに心より感謝している。この感謝の気持ちを力に、いや、カロリーに変えて。 結構結構。でも、力をあんまり浪費しすぎないでくださいね。心境の内部は至るところが長年メンテナンスされてませんから、こと細かにチェックしてもらって、手伝ってくれる人が現れた途端、イディアのオーラが普段と違って見えるぜ。こちらの3人以外のみんなで、今日は一緒に行動しましょう。他の人も呼んできますね。 Bäume und die erste Begegnung. Yo. Geh zum letzten Gebiet. Oh, da haben wir erstmal einen Weg vor uns. Gut, dann werde ich da mal schnell mich hinbegeben. So, wir machen es so wie beim letzten Mal. Wir laufen einfach mal gemütlich hier hin. So.
Hier sind wir jetzt, wo es weitergeht. Die ganzen Belohnungen sehen wir natürlich wieder in den anderen Parts. Aber einfach mal, dass wir schon mal einen kleinen Einblick hier haben. Also man sieht, hier ist einiges gleich zu machen. Da freue ich mich schon drauf. So, holen wir uns erstmal schnell den Teleporter da vorne. Man möchte ja auch noch ein bisschen was von... Na, wie das hier aussieht, nochmal irgendwann mal sehen, wenn man... Ah, und das. あくまで私の推測ですが、告知板に記載されている監督のところにあるのではないかと思います。軍師さんの観察眼はなかなかのものだな。監督ってどういう意味？監督というのは職業の一つですよ。確かゾシモスという方です。 イディアさんが神教全体を管理していると言えるでしょう。ゾシモスさんは舞台上のすべてを管理していると言えるでしょう。だったらやっぱりイディアお姉ちゃんの方がもっとすごいね。もっとすごいイディアさんはどうして一言も発しないのですか。進んで説明してくれる人がいるので、もちろん喜んでサボらせていただいてるんですよ。 システム、あ、センフェア。彼は普段から出かけるのが嫌いで、ずっとツリーハウスに引きこもってるんです。舞台に必要な道具を作ってるのでなければ、台本を書くのに夢中になってたりとか。でも、彼のツリーハウスはどこにあるんでしたっけ？イディアお姉ちゃん、覚えてないの？イディアお姉ちゃんはただのマスコットなので。<笑>そちらにあるはずです。<笑>静かな場所が好きな人もいますが、その監督さんは道具を運ぶ必要があるわけですから、シアターから遠く離れたところに住むわけにはいかないでしょう。シアターの全貌がいつでも見えるところに住むことは、 舞台の流れを模擬実験することにも役立ちます。私ならそちらのツリーハウスを選ぶでしょう。でもシアターの方向はどうしてわかったんです？あ、それは難しいことではないのです。そちちらに近ければ近いほど周りの配置もより賑やかになりますので。確かにその通りですね。なんで思いつかなかったのかな。 So, dann sollen wir wohl einmal Chuchu fahren. Ja, da das ja dann zur Quest jetzt gehört, machen wir einfach mal Pass. Yay, oh, das geht jetzt hoch hier. Oh, schön. Ah, passt ja. Da sind wir. Und hier ist dieses sagenumwobene Baumhaus. Öffnen! Ach was. Und der Weltquest ist dann auch noch. Dazu kommen wir alle noch. Die Dosoche war doch nicht standard. Otoko の俳優の等身大パネルはまだあるけど、女優の方は。ん？そこにいるのは誰だい？イディア？そう。 私ですよ、ゾシモス。これがドラマチックな登場ですよ。意外だな。てっきり誰にも見つからない場所に隠れて泣いているんじゃないかと思ってた。<笑><笑>不思議なおチビちゃんだな。君は俺の心が読めるのかい？オイラはパイモンだ。そんな不思議な能力は持ってないぞ。ただ何回も同じようなセリフを聞いただけだ。 <笑>どうやらみんなからの評価は一致してるみたいだな、イディア。やっぱり最初からマスコットでいるべきでした。こういうのが道を選び間違えて人生を挫折しちゃったって状況なのかな。あ、マスコット？君の新しいキャラかい？そんなキャラ俺は描いてないはずなんだけどな。もう私のことはいいですから。
友達を紹介してあげますよ。これでわかったでしょ。それでコアホイールのパーツを持ってるんですか。一応持ってるけど、あの事故で舞台にある多くの装置に不具合が生じたんだ。それで本来の公演ができなくなって。分かったぞ。パーツを人質にオイラたちに装置の修理を手伝ってほしいって言うんだろ。いや、舞台の修理の方じゃないですか。ゾシモスさんは等身大パネルが見つからないとおっしゃっていたので、道具の修理ですよね。きっとパーツの修理だ。パーツが壊れちゃったんだよ。彼の日常業務から考えてみたらどうだ。ゾシモスさんは台本を書く必要があるわけだから、台本の修正だと思うぞ。 Wer hat diese Spekulation in Gang gesetzt? Lass ihn doch bitte selbst zu Wort kommen. みんな一体何を経験してきたんだい。なんで俺をそんなに悪く思ってるのか知らないけど、パーツは無傷だから、欲しければ今渡してあげるよ。ただそのみんなに公園の修復を手伝ってほしいんだ。見てくれ、これだけ多くの人が集まれば公園に開いてしまった穴を埋められるはずだ。公園？すっごく面白そう。クレー手伝いたい。みんなも一緒にやろう。Nun, das klingt auch nicht schlecht. 実を言うと、さっきは台本のストーリーをどう続けたらいいかずっと考えてたところだったんだ。そんな時、みんなが俺の目の前に現れた。まるでインスピレーションの光が突然差し込んだかのように。あ、どう言えばいいんだろう。君たちを見た途端、続きが書けそうだと感じたんだ。え、それってあなたがずっと行き詰まってたあのストーリーのことですか。本当に本当に続きを書けるんですか。本当だとも。少し時間をくれ、すぐに台本を書き上げてくるから。イディア、ここは君に任せるよ。あいつ本当に書きに行っちゃったぞ。はあ、ゾシモスはずっと大盗賊とか魔女とかが出てくるようなストーリーを書きたかったみたいです。言い伝えをもとに物語を作ったみたいなんですが、頭の部分しか書けないままずっと煮詰まってて。みんな少し休んでてください。何か用意できるものがないか確認してみますから、監督が書き終わったらまた話し合いましょう。一人の監督として一人の作家として最も重要なのはインスピレーションだ。だから君子の三五宮さんを見かけた瞬間に新キャラクターのアイデアが浮かび上がった。ヒロインが加わったことでストーリーは完全かつ美しい流れになった。さあみんな、台本を読んでくれるかい。これから一緒に公演を完成させよう。他に何かわからないことはあるかな。ゾシモスお兄ちゃん、これってどういうもの。ミオなんとかシルってところ。どれどれ。身を寄せるだな。住まわせてもらうという意味だ。これを言うときは可愛らしく言ってくれよ。へえ。ふう、これこの字も読めない。大丈夫だ。解散したら一緒にセリフを練習しような。ガイアさん、手間をかけるね。さっきから感じてたんだけど、ガイアさんは役を演じるということにかなり心得があるようだ。もしかして以前は役者でも。褒めすぎだ。ただセリフをスムーズに読めるだけさ。あっと、そうだったのか。だったらガイアさんには本当に才能があるよ。正直俺はそういう人を探し続けていたんだ。もし今後俺が有名な監督になったら、ぜひガイアさんと長期的に仕事をしたい。あ、そのためにはこれからも連絡を。はいはい、いいぞ。よかった。じゃあみんな、
もう少し台本を読んで公演の細部をゆっくり味わっていてくれ。俺は舞台を見に行かなければならないから先に失礼するよ。俺に用があればエリアの真ん中に来てくれ。一番大きなシアターの中にいるから。新境のシアターか、気になるぞ。みんなは準備してるみたいだし、シアターがどんな感じか見に行こうぜ。Also, wir sollen jetzt hoch, wenn ich das richtig jetzt sehe. Naja, und der führt uns auch noch. Sehr schön, sehr nett. Ja, das ganze Erkundungsding, ja, das machen wir alles später. Ah, da kommen wir zum nächsten Teleporter hin. Weltquest und so, das sehen wir auch alles bei den Erkundungsvideos nachher. Wo ist da? Na, nimm ihn doch mit. Danke. So. Ach, in dieses Baumhäuschen sollen wir rein, ja? なんだけど。ゾシモス、まだ忙しいのか？ああ、君たちか。さあ、二人とも、もっと近くに来て、この舞台をよく見てくれ。俺が心を込めてデザインしたんだ。Sie sieht gut aus. Wirklich beeindruckend. 監督の仕事って、舞台のデザインまで含むものなのか？俺を尊敬してくれていいぞ。ここの監督や脚本、舞台デザイン、全部俺一人がやってる。大変そうだな。イディアならきっと無理だろう。イディアも大変だよな。彼女は俺の唯一の観客なんだよ。まあ、俺はよく彼女に責められてるんだけどな。Sie hat den Nerv, andere zu kritisieren? いつも何を描いてるのか全然わからないとか。意味がわからないって感想ばかりくれるよ。まあ、俺の先生図の使い方が彼女の初心に背いたからかもしれないけど。でも確かにイディアにはいろいろと批判されてきたが、いろいろと助けてもらっても来たんだ。彼女はシアターのマネージャーのような存在かな。彼女にはすごく感謝してる。ここに入って初めて俺は真の監督になるチャンスを手に入れたから。その前は？夢だけなら子供の頃から持ってたさ。公演を見て家に帰る時はいつも頭の中でそのストーリーを何度も何度も繰り返してたんだ。そのうちだんだん自分の願いが芽生えてきた。でも俺は手先が器用なだけだ。だからほとんどの時間は道具係と舞台セット係の仕事に明け暮れてた。自分の手でそうやって舞台を作り上げるのは確かに心躍ることだ。でも演出をしている時が一番心満たされるんだ。だから告知板に監督っていう肩書きしか書かれてなかったんだな。君やっぱり人の心を読めるんだろう。そうだ、二人にもう一つお願いしてもいいかい？この後使うはずのまとめ台本が見当たらないんだ。書き終えたばっかりじゃなかったのか？そうなんだけど、君たちの分を配った後、その台本を持ったままあちこちをチェックしに行ってたから、どこかでなくしてしまったみたいだ。ここにないのなら屋根裏かもしれない。台本を書き終わった後はこことそこにしか行ってないから。でもその舞台の方はもう少し準備が必要で、ちょっと手が離せないんだ。二人にお願いしてもいいだろうか。Na gut, dann holen wir es. うん、行ってくるぜ。Ich meine, wir haben ja sonst nichts vor hier, ne? So, Huch, falsche Taste. 早く。
Also hier können wir ja nicht hoch, wenn ich das richtig sehe. Also müssen wir raus. Ja. Okay, aha, da erstmal hin. Hier ist es nicht, also wieder rein. Okay, aber wie komme ich da jetzt hoch? Komme ich von hier aus hoch? Nee, das muss bestimmt von außen irgendwie. Also da ist es nicht. Ah, da haben wir das doch. Passt ja. Komisch, ich frage mich ja, wie er da hochgekommen ist, ne? Also ich glaube ja nicht, dass der das gemacht hat so. Nun, wenn es das Hauptskript ist, nach dem wir suchen. ありがとう。本当に助かったよ。はあ、急いでたから舞台は完璧には修復できなかった。様子を見ながら進めていくしかないみたいだな。でも大事なのは舞台じゃなく公演だ。たとえ舞台に何か不具合が生じたとしても公演が続けられれば大丈夫さ。なんだかあまり自信なさげだな。わかったぞ。公演は意外性そのものだ。たとえ同じ演目でも各公演には微妙な違いがある。その違いこそがその公演を他のものとは異なる存在にさせる特色なんだ。Bist du wirklich klar geworden? Es klingt gut, aber es überzeugt mich nicht so recht. 最後にもう一つお願いがあるんだ。旅人、君は先生図に入れるだろう？実は俺の舞台は先生図で作られてる。素材で物を作ってそれを先生図の一部にしてるんだ。本来先生図は心境を作るために使われるものだから、俺のようにいろんなものを先生図にしてしまうのは本末転倒なんだけど、でもイディアは言ってくれた。もしこれが俺のやりたいことなら気乗りはしないけど受け入れるって。初心に背いたってそういうことだったのか。でオイラたちは何をすればいいんだ？旅人には先生図の舞台に入って公園で道具を操作してもらいたいんだ。Also sind wir jetzt Angestellte. Das ist das berühmte hinter den Kulissen. その理由なんだけど。Weil du die Vorstellung selbst erleben möchtest? ああ、なるほどな。ゾシモスは今まで監督を務めながら、舞台上で道具と装置を操作しないといけなかったから、手が全然回らなかったんだろ？ああ。俺の能力は一人前の脚本家には到底及ばないって分かってる。ただたとえ何を描いてるのか全然分からない、意味が分からない未熟な作品でも、舞台の下から自分の目で見てみたいんだ。ここまで言ってるんだし。Wir helfen dir gern。本当にありがとう。じゃあ俺は他の人に知らせに行くよ。君たちの準備ができ次第
公演を始めよう。So, führe die Darbietung durch. Ja, dann machen wir das doch mal. So. 昔々、光なき国にとある大盗賊がいた。そこに生きる人々は暗闇に苦しめられていた。世の人々は俺を。また、ガイアさん、集音機器の方を向いてくれ。そうしないと声が拾えないんだ。はあ。世の人々は俺を担当の大盗賊と呼ぶが、俺の善行は誰も知らない。はあ、光のないこの国で、闇の中で働く奴らはますます大手を振って生きている。だが手探りで進まないといけない人たちは、より惨めな生を強いられている。大盗賊が悩んでいたその時、世界に突然ある変化が起こった。流れ星が一つ空をかけていったのだ。旅人、前の移動装置を踏んでくれ。ほう、悪くない。ほんの一瞬だったが、光は空と大地を照らした。もしもあの光を見つければ、俺は闇を照らすことができる。そうすれば人々も暗闇に苦しまずに済むだろう。OK。 大盗賊はすぐに流れ星の軌跡を追った。その星はどんどん進んでいき、さらに進んでいき。あの旅人、星がどんどん進んでいったんだけど。いや、まさかこの危険な砂漠にたどり着くとは。流れ星が降り立ったところの地形は一変して、大きな岩がゴツゴツと折り重なっている。険しい道のりだが、彼の心は決まっていた。ここまで来た以上、引くわけにはいかない。大盗賊は砂漠の奥深くへと足を踏み入れた。そこに現れたのは流れ星ではなく、白い服を着た少女だった。おかしい。俺は流れ星の軌跡をたどってここに来たのに。そこのお嬢さん、眩しい光がどこに行ったか知らないか。少女は言った。あなたが追い求めている光はただの瓶の中の炎に過ぎません。しかし今、光は遠ざかっていきました。瓶の中の炎？ええ、その瓶も人からもらったものですが。そして少女は大盗賊に瓶にまつわる物語を教えた。少女はかつて滝の上の王国に住んでいた。しかし王朝が転覆して政権が変わり、彼女とその一族はチリジリになって逃げていったのだ。道中の密林は濃い霧に包まれており、生い茂った茨が彼女の進む道を阻んだ。下に装置があるんだ。起動した状態で押すと茨が舞台の下に収まる。もし明かりを見つけることができれば、私はこの森を越えられる。そしたら私は生きていられる。腕や足の裏は細かな傷だらけだった。少女は痛みに耐えながら
ゆっくり前へと進んでいく。険しい道のりだったが、彼女の心は決まっていた。ここまで来た以上、引くわけにはいかない。目的地は近い。しかし突然、巨大な茨が目の前に現れた。少女の心を重い絶望感が襲った。もしここで私を助けてくれる人がいたなら、見返りに全てを捧げてもいい。少女の心からの願いは届いた。ちょっと待てよ、最後の茨を動かす装置がないぞ。そのイバラパネルのチェックは失念していた。ストーリーを見る限りだと、今はそのパネルを片付ければいいのか。そうなんだけど、まさか見逃してしまうとは。これは困ったな。じゃあクレイが手伝ってあげる。栄誉騎士のお姉ちゃん、ちゃんと受け取ってね。あ、やっぱりボンボン爆弾だ。少女の心からの願いは届いた。通りかかったボンボン爆弾が彼女に道を開いてくれたのだ。ありがとう、ボンボン爆弾。こうして少女は森の奥へと進めるようになった。明かりはなかったが、そこでは炎のように赤い魔女が待っていた。説明しておくと、元々のストーリーではこの魔女が茨を燃やしてくれるはずだったんだよ。そんなことは終わってからスポイラーアラームよ。魔女は少女の境遇に同情し、懐に持っていた瓶を渡した。そして少女に瓶にまつわる物語を教えた。炎のように赤い魔女は活発で、遠いところを旅するのが好きだ。オアシスで休んでいた時、彼女は三日月のような湖の岸辺で綺麗な瓶を拾ったのだ。クレイ、こっちだ。早くこの明かりの前に。来た来た。炎のように赤い魔女は人の願いを叶えてくれるすごい魔女だった。彼女はその瓶もまた同じようなすごい瓶に変えた。しかし、瓶が願いを叶えられるのは瓶の中でだけ。この瓶はね、おもちゃとしてはちょっと物足りないけど、身を寄せるところとしてはまあまあ合格ってところだわ。炎のように赤い魔女は瓶の中に息を吹き込んで、瓶の外でも一度だけ願いを叶えられるようにした。息を吹き込むんだよね。ふぅ、わぁ、瓶が光った。瓶の中に炎の光が灯り、それは魔女や炎のように赤い瓶へと化した。炎のように赤い魔女は物語を語り終えると、炎のように赤い瓶を残して姿を消した。これは願いを叶えてくれる瓶だったのね。それじゃあ私はここを出て、誰にも見つからない場所に行きたい。その後は？その瓶からまるで小さな問いかけが聞こえたかのように、少女は答えた。私にもわからない。瓶の中の炎が消え、少女のたった一度の願いは叶えられた。そうして彼女は誰も近寄ることのできない砂漠に送られたのだった。大盗賊はその物語を聞いて少しがっかりした。瓶は瓶の外で願いを叶える炎をすでに失っているのだ。おかしい。私の願いが叶っていたのなら、ここは誰にも見つからない場所だったはずなのに。
砂漠は確かにとても危険だが、俺は決意した。だからこそ困難を乗り越え、ここまでたどり着いたんだ。なら、この瓶を受け取ってください。あなたの願いを叶えてくれるかもしれない。残念ながら願いは瓶の中に限られますが。では光をくれ。少女は大盗賊の願いを聞き入れ、瓶の中に光を出現させた。そして二人は気づいた。それは瓶の中のものではあったが、瓶のガラスを通して世界中のどこまでも届く光だったのだ。あの炎の光とは違ってさほど眩しくはないが、これも大した光じゃないか。俺が瓶を受け取った後、お前はどうするんだ？私にも分かりません。それじゃあ俺と一緒に帰ろうか。少女に断る理由はなかった。彼女は大盗賊と共に光のない国へ帰った。彼らはそこに光をもたらし、暗闇は振り払われた。そうしてその後も幸せに暮らしたのだった。おいじい、das war viel。これで公演は無事に終わりだな。栄誉騎士のお姉ちゃん、クレイのさっきの演技どうだった？炎のように赤い魔女ぽかった？おお、クレイ魔女の衣装だったのか。さっき影を見たとき、帽子のつばが広くてすごく可愛いって思ってたぞ。Eine würdige Hexe, das passt zu Clay。クレイも気に入ったよ。ありがとう、ゾシモスお兄ちゃん。あ、違う違う、監督のお兄ちゃん。監督のお兄ちゃん。ああ、そんな風に呼ばれるのは初めてだ。ありがとう、本当にありがとう、親愛なる小さな魔女さん。すごく嬉しいよ。イディアお姉ちゃんが言ってたよ。デザインを描いて服を作ったのはお兄ちゃんなんだってね。イディアお姉ちゃんがお直ししてくれて、クレイも着られるようになったもん。だから監督のお兄ちゃんはすごいや。それは確かにすごいな。イディアも偉いぞ。大したことじゃないですよ。あ、どうしよう、王子様の舞踏会に行くのに綺麗な服がないみたいな状況でしか使えない技ですし。仕立ても一つの技術です。イディアさんはご自分が思っているよりもすごいですよ。本当ですか？ちょっとお先に失礼します。みんなは話を続けてくださいね。イディア、すごく緊張してたな。恥ずかしそうに逃げてったぞ。本当にテレ屋さんだな。イディアは繊細で自信が足りないやつなんだよ。あいつ感情が高ぶりすぎて、どこかに隠れて泣いたりなんかしてないだろうな。ちょっと心配だ。心配ありません。私がイディアさんのお相手をしてきますね。それでは皆さん、少しの間失礼いたします。そうだ、今回の公演はどうだった？何か感想とかないか？お、来たぞ来たぞ。なあ、本当にオイラたちの感想を聞きたいのか？もちろん、俺は自信を持って聞いてるんだ。思ってることを率直に言ってくれ。どんな批判でも受け入れてみせるさ。Wenn das so ist。じゃあオイラから。最初のセリフはどれも悪くなかったけど、ストーリーが進めば進むほどどんどんありきたりになってきて、なんかネタ切れかなって感じだったぞ。それに登場人物もちょっと意味不明で、なんでこういう編成になったのかわからなかった。やっとその深みが少し見えてきたってところで、いきなりぶっつり終わっちゃうんだもんな。
そうそう、パイモンさん、よくぞ言ってくれました。千夜物語の構成に敬意を払いたいがために、かえって叙述が乱れてしまっていたのも、道具の処理を忘れていたのも減点対象ですよ。イリアお姉ちゃん、他のところに行ったんじゃなかったの？大事な話題になったのを聞きつけて、潮の満ち引きのように戻ってきたんです。わざわざ批評しに来てくれるとは、本当にご苦労様だね。はい、でもストーリーの結末は良かったです。それだけはとても気に入りましたよ。それだけですけど。これイリアですよ、ノクシャンがスパイモン。そうですか？この程度優しすぎると思いますけど。イリアさん、ちょっといいですか？あ、はい、すみません、ちょっと失礼します。みんな批評続けてくれていいですよ。あとはパイモンさんに任せますね。おお、それじゃあもう一つアドバイスをしてもいいか？どうぞ。監督たるもの、こういうことも経験しないとね。オイラ、あの結末にはやっぱり違和感を覚えるぞ。物語の中で少女の考え方が単純すぎるんだ。あんな状況じゃどう考えても私にも分かりませんなんて言えないだろう。よく考えてみろよ。彼女の一族はまだ放浪してるのに、自分一人の幸せを追い求めるなんておかしすぎるだろう。Jetzt ist sogar das schöne Ende nicht mehr schön. Ist alles in Ordnung, Sosimos? 大丈夫さ。批判を集めてこそ上達できるんだ。今回は舞台の下から見ることができて、すごく勉強になった。本当に夢が叶ったよ。お前は本当に前向きだな。全くショックを受けてないように見えるけど。全くショックを受けてないわけでもないさ。でも、君たちの言ってることは本当のことだし、俺も問題に気づかせてもらった。おいら、ふと思い出したけど、この台本って急いで完成させたんだよな。やっぱりオイラとイディアが厳しすぎだったか？ Es sind wirklich hohe Ansprüche. 大丈夫だよ。俺にとって舞台上での過程は何よりも大事なことなんだ。おとぎ話を夢見る子供時代っていうのは誰にでもあるものだろ。オイルランプと向かい合って人形を手に、自分で作った紙人形と戦わせるんだ。影が壁に揺らめいて、いくら遊んでも飽きなかった。昔ベッドに横になりながらガオーなんてオノマトペを口にしてた男の子と今の俺、いや俺たちは同じ人間で、得る喜びも本質的には同じなんだ。もちろん公演が無事に終わったのはみんなのおかげだ。監督としてみんなにちゃんとお礼を言わないとね。気にするな、オイラたちも楽しかったしな。これを受け取ってくれ。みんなに約束したパーツだよ。あは。さっき公演で使った瓶だ。クレイが息を吹き込んだら光ったんだよ。そうとも、光る秘密を当ててみないかい？中に見えない小さな精霊さんが住んでるもん。息を吹き込むと精霊が目を開けるんだよ。そう、その通りさ。これならどうかな。ここはもうちょっと閉めないと。ちょっと待ってくださいね、すぐできますから。おだ drüben ist es plötzlich so lebhaft。へえ、この服思ってたよりずっと洒落てるじゃないか。皆さん、ちょっといいですか？特にゾシモスさん、あなたの夢を一時的に叶えてあげると、イディアさんが。夢を？あなたの監督への夢を一番最初に聞いた人として、イディアさんは役立たずの私でも何かできるかもしれませんとおっしゃったんです。まあこれにはあまり同意できませんが、私は最初から
イリアさんが役立たずだなんて思っていませんでしたから。なんで私のことを話し始めるんです？さてさて、みんな準備はいいですか？それでは早速、今日の舞台のヒーローの登場です。じゃじゃーん。うわわー、かいお兄ちゃん、本当に大盗賊だ。衣装に着替えた主役を見るだけで本当に監督が喜んでくれるのか？ただのサンプル衣装だぞ。喜びっていうのはそう簡単なもんじゃないぜ。そんなことをおっしゃらないでください。きっと監督も喜んでくれますよ。自分の作品にふさわしい役者が現れて作品を本物にしてくれるんです。とてもいいことではありませんか。ヒロインがここまで言うなら、ヒーローの俺も些細なことは気にしていられないな。ゾシモスは衣装をたくさんデザインしていくつかサンプルを作りました。ただサイズがちょっと合ってなかったんで、私が直してみたんです。みんなが心に思うヒーローのイメージに合ってるといいんですけど。すごく合ってるよ、イディア。俺は本当に幸せ者だ。みんなありがとう。監督になるのってこんなに幸福なことだったんだね。Ach, ich darf vorlesen. Als Zosimus das erste Mal sieht, wie sein eigenes Stück aufgeführt wird, bedeckt er sein Gesicht mit seinen Händen. Man hört ein leises Schniefen, seine Augen scheinen feucht zu sein, vor Freude über seinen wahr gewordenen Traum. Do da, Kantoku. Ochisuita ka? Ah. Hontou ni arigato, Idia. Mo, shakou jirei wa ii desu kara. Patsu mo sorotta koto desu shi, Kantoku to wa sorosoro o wakare desu.ベルーリア・ミラージュのコアがあるところへ行って、心境を再び運行させましょう。クレ、この服を着たまま行っていい？もちろん。この2着の舞台衣装は2人に預けるのが一番いい。よかった。じゃあガイアお兄ちゃんも着てて。すっごく素敵だから。私も魔女さんに賛成です。ここで一風変わったヒーローを演じてみるのもとても貴重な夏の思い出になると思いますよ。確かにな。それじゃあしばらくは大盗賊として活動するとしよう。監督のゾシモスお兄ちゃん、またね。愛する友人たちよ、気をつけて。Siehste, damit ist diese Quest beendet. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Quest wieder. Bis dann und tschüss.